You're listening to Shibuya Cross FM. みなさん、こんばんは。本日も始まりました AKB48 大西桃花の渋谷でパラダイス、略して渋パラ、 MC を務めさせていただきます、大西桃花です。よろしくお願いします。イエーイ。はい、ということでこの番組は毎月第3火曜日18時より50分間渋谷クロス FM さんのスタジオから公開生放送でお送りいたします。毎回スペシャルゲストの方を迎えて、私大西がありがたいお話や貴重な情報、おすすめ情報などを引き出して、スペシャルゲストの方の魅力を皆様にお伝えし、さらに持ち込み企画などで盛り上げていこうという内容盛りだくさんの番組となっております。よかったら最後までお付き合いください。よろしくお願いします。ということで、もうね、早速目の前に今日のゲストの方が来てくれているので、自己紹介とキャッチフレーズをお願いします。はい、香川県から来ました。皆さんをびっくり仰天させたい仰天ゆりなです。よろしくお願いします。イエーイ。仰天イエーイ、やっほー、久しぶり。仰天が、うん、今回来てくれたのは渋パラに2回目になるんですけど、そう、2回目で、前回がなんと2022年の3月だから1年半前ぐらいそんなにになって、でその時はまだちょっとコロナ禍っていうのもあったので、ここのね、シャッターが閉じられてて観覧がダメだったんですよ。だから観覧が OK になってからは仰天初めてということで、目の前に人がおって喋んりょん。そうだよね。どう、意外と近い。近い。そうなんだよ。しかもなんか入っていってしまってんだから、入っていったらもう、あ、そう、あ、もうねんやと思って。そうなんだよね。まあちょっとこのね、皆様に見守られながら、でもこっちにもね、カメラもありますのでね、こちらはあのね、ここに来れてない方々が見れるカメラになっておりますので、そちらもね、アピールもしつつ、ではでは、大丈夫そう。あ、どこ見てんのこれ。あ、これ、あ、ここですよ。あれ、センターカメラってどこやっけと思った。センターカメラ、こちらにもね、あ、あんねんや、あるんですよ。すごい。あ、これだ。あ、こちらにもカメラがございますので、オッケー、たくさんアピールをして今日のね、はい、50分間も楽しんでいきましょう。でですね、あのこちらからはちょっと私事になるんですけれども、うん、すいません。なんとこの大西桃花の渋谷でパラダイス、略して渋パラ、はいはい、本日で5周年となります。やったー、すごい、ありがとう。すごい、5周年ってやばない。そうなの、今日で5周年を迎えたの。すごい。え、だってうちらデビュー10年目じゃん。半分はもうやらせてもらってるってことやもんな。そうなの。だからだって、あれ、 いつだっけな、もうなんか大西がショールームを始めて1周年記念の時はなんか写真集を出させていただくというご褒美があって、でショールームを2周年やった時に、次はラジオ番組、冠番組をご褒美でっていうので、そうだ、そんな感じだった。そう、この番組をあのいただいて、そこからずっと、ありがとうございます。あのずっとね、初期の頃からお世話になっているスタッフさん方もお祝いしてくれてます。ありがとうございます。本当にだから本当に、あ、ちょうど見えてたんじゃない、今スタッフさんの方のお顔。本当だ、若干うちのこのカメラでね、見えてた。あの方があのその時ショールームに、あの後ろのところのショールームに来て、大西さんお願いしますって言ってくださった、あ、見えた、あ、そう、あの方です。イエーイ、イエーイ。そうなんです、あの頃から本当にお世話になっております。ありがとうございます。そうだから、もう5周年だから、まあちょっとね、そのこともね、いろいろ後半でちょっと話していけたらいいなっていうふうに思うので、じゃあまずは番組の方を進めていきたいと思います。渋パラでは番組のコメント、感想などをツイッター改め X にて募集しております。ハッシュタグ渋パラにてたくさんのポストをよろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、ということでそれでは最初のコーナーに行ってみましょう。最初のコーナーはこちら、時々メモリアル。はい、あ、すごい、なんかダランダランって言った、ね、ジングルが、ジングルがなんか初めて聞いた気がするんだけど違うかな。まあじゃあこのコーナーはですね、私と仲良しの仰天と、で
ね、今だからこそ話せるメモリアル的なトークができたらいいなと思うコーナーになっております。で、まあちょっとね、心がね温まる、うん、ハートフルなトークができたらいいですねとのことです。オーケー。なので、まあ、基本ね今からちょっとフリートークで、うん、あの思い出とかについて語っていこうと思うんですけど、うん、でもですね、こちらファンの方からちょっとテーマもいただいておりまして、で、そう、2人に話してもらいたいことっていうので、うん、トークテーマを募集しているので、それも見つつちょっとね、はいはい、話していこうと思いますが、そう、ね、じゃあちょっと私から、うんうん、ちょっとまず1個目言っていいですか。どうぞどうぞ。じゃあ走れペンギンさんからいただきました、はい、この前出演された時に、うん、2人はトマトが嫌いという共通点がありました。そうね、お二人は今、うん、どれぐらい食べれるようになりましたか。おっていうね、そう、なんか前こんな話したよね、多分来てくれた時に、うん、トマトがダメでみたいな、で罰ゲームで、あ、そうだよね、で結局ゆりなになったけど、なんか大西が食べてくれて、あ、そうだっけ、そう、大西が食べてくれて終わってん。なるほどね。そう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 。え、待って、ちなみに大西今もトマト食べてきた。マジ、え、うそうそうそ、あ、待って、でも違う、丸々じゃないんだけど、うん、ミニトマト、そう、あの撮影が今終わって、うん、で合間にカフェに行ってたんですよ、うんうんうん、でなんか朝から食べてなかったからちょっとお腹空いたなと思って、うんうん、あのエビとアボカドのちっちゃいドリアみたいなのを頼んだ中に、うん、あのミニトマトを半分にしたやつがいっぱい乗ってたの、うん、あ、はいはいはい、はい、そう、よくあるじゃない、あるね、ビジュアルわかるよ、そう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 、でも大西がそれが来ても、うん、まずうわって思わんと、わっ、おいしそうって思えたの、で、ちゃんと全部完食してきました。マジ？そう、でも、まだ、ありがとう、ありがとう、ありがとう、本当に、そう、でも、まだ生のまんまは無理なんだけど、うんうん、サンドイッチに入ってたりとか、うん、そういうお料理に加工されたもの、うん、パスタとかに入ってるやつは食べれるようになりました。いや、これだいぶ成長なんだよ、自分の中で。もう、トマト食べれるようになりたいって思ってたの、うんうん、嫌いだったけど、うん、あー、すごい、そう、だからいろいろ挑戦はしてて、うんうんうん、で、今ここまで来ました。あー、素晴らしいですね。え、すごいね、ありがとう。え、私は、うん、あの正直、うん、あのトマトと付き合ってないです。あれ？向き合ってもないです、もはや。なんで？え、なんか、いや、もう、じゃあそもそも食べたいなとも思ってなくて。なんで？だってリコピンだよ。え、そう、めっちゃ美容にいいんですよ。そうだよ、めっちゃ美容にいいの。だってもうお顔、お肌が綺麗になるんだから、あれは。そうそうそう、大事じゃん、女子にとっては。いや、そうなんだけど、まあ、男子にとってもだけど、うん、いや、でもなんかちょっと本当に嫌すぎて基本摂取してなくて、まあ、うん、強いて言うならば、うん、あのピザのさ、あのあるじゃん、マルゲリータとかかいな、うんうん、なんかあれはさ、ね、トマト乗ってるやん、だから大きいのは食べられへんけど、うん、なんかそのちっこいのだったら、おーおー、まあまあしゃあないな思って食べるけど、しゃあないな、うん、うん、これはもう甘ってすればわからへんなと思って食べれるけど、うん、もうこういうドーンって乗ってたら食べてもらう。え、待って、じゃあギリどこまでがいける？え、ケチャップはいけるで。もしも大好き。ケチャップは大好き、うん。ケチャップいけるし、ミートソーススパゲッティも食べれるし。大好き。まあ、そのなんかあれはミネストローネ。あ、ミネストローレ。なんて？ミネストローレ。うん、よし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 。ミネストローネ。うんうん。まあ、飲める飲める。あ、飲める？飲める。ちょっと濃いめのやつは？あ、それは飲んだことないな。あ、本当。うん。あんま分からないような、まあ破片が入ってるぐらいの、破片、あのこれぐらいの、分かるかな、これぐらいのさ、ちょっと若干残った果肉みたいな、うん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 、食べれるの、それぐらいだったらいける。もうでもこのミニトマトの半分とか、うんうん、元気あらわになってるのはちょっとまだね。あ、無理か。無理無理だし、やっぱりあんまチャレンジしてない、そもそもに。ちょっとチャレンジしていこうよ。もうそう、年齢をね、いくごとにね、うんうん、なんかわかんない、これも都市伝説かもしれないけど、うん、下の細胞が死んでって、なんか足なんか好みがなんか変わるみたいな、聞いたことあるじゃない。ね、だからもう音じゃ多分割とそれを来てるんだよ。来てる来てる。好みが変わってきてるのかな。ちょっと変わってきてるかもしれない。からもしかしたら行程もここ一個差なんで。そうやな。そう、年齢的には。だからそろそろだと思うんですよ。変わってきてるかな。変わってくるんじゃない。確かに。確かにそれはね、あるかな。でも本当何よりも一番苦手なのよね、私。いや、大西もやった。ほんまに？いや、マジで。ねえ、大
私一番苦手やった。そうなんや。もう実家の冷蔵庫にトマト入ってたら怒ってた、うん、なんでトマト買ってんのママって。そんなに？そう嫌だったの。トマトのトマトを隣で食べられるのも苦手だったの。え、ね、匂いすごいもん。お匂いがね、するから本当に苦手なのよ。でも本当にだから同じレベルでお兄ちゃんは苦手だと思ってたの。あ、じゃあいけるようになったらうちもそろそろいけるんかな、ワンちゃんが、うん、この1年が勝負じゃない。あー、変えるならこの1年。うん、変えるならこの1年知らんけどなんかすごい決断みたいになってるけど。そうやっぱそうかな、うん、やっぱそうだよね。おすすめは、うん、大西はちょっと濃いめのミネストローネを飲むところから始めたの、うん、おあれもね、なんかコンビニの大西は売ってたやつがあって、うんうんうん、なんかめっちゃ入ってますみたいなトマト、あれは結構来るの。あ、トマトトマトシー。うん、あー酸味とかが、風味が一気にファってきて、最初はうってちょっと思ったけど、うん、それで慣れてってってなったら、次がサンドイッチみたいなやつの間に薄いトマト挟まってるやん、あれは全然余裕になった。マジ？そう。いや、私結構さ、うん、それこそさ、まあ、あの普通売ってるさ、うんうん、あのお湯注ぐ系のさ、ミネストローレとかあるやん。ミネストローレ言うてるな、まだ、うんうん、いいよいいよ。ミネストローレあるやん、うん、あれもね、結構ね、あの食べれるけど、うん、もうだいぶチーズガンガンみたいな。あー、もう消すんだ、チーズで。だましだまし、自分で。じゃあ、ちょっと厳しいな。いや、でも、頑張ってこ。そうよね。共に。やっぱ、あの、これからさ、年齢とともに衰えていく方やから、やっぱさ、そうだ、お肌をね。食べ物でこう、こう上げていかないとさ、こうね、グッて上げていかないといけないから。こうしていかないと、やっぱりね、まだね、一応アイドルで人前にね、まだ立たせていただくから、ね、ちょっとね、あれなんかちょっとゆいなちゃん、老けたとかちょっとしんどいからね、やっぱり。しんどいよ、きついよ、ね。お肌とかもさ、やっぱりアイドルってピチピチでチュルチュルなんでしょねみたいな言われないとさ。そうだよ。そう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 、やっぱ厳しいよね。うん、確かに確かに。そうだよ。まあ、うちらは配信もしてるしさ。そうそうそう、近いからあらがわかるじゃん。そうなのてか結構来てくれてる人わかると思うけど、マジで近くで見すぎてるから、うちらのこと。あ、そうだよ。多分、あ、この子最近ニキビできてんだ、ここはとか思われてるんじゃねーの。やだやだだからちょっとね、じゃあ今後ね、そうやな、チャレンジしていこうね、頑張って、うん、ちょっとずつ頑張っていくわ、小さいところから、okay、頑張ります、頑張ります。こんなにトマトで尺稼ぐと思ってなかったわいや思ったよ、めちゃくちゃ尺稼いでるよもうこれで終わりちゃう時間ない時間ない、ちょっとあれあれ話したいのよ。あ、言ってたやつね。そう、オッケーオッケーオッケー。あのじゃあ、はい、はいはいはい、今から3つ読んでいきますね。まず、ケイチンさんからいただきました、うん、はい、2人とも舞台をされてますが、舞台について話とかされますか、とか、カンタムさんからいただきました、うんうん、舞台オットタクシーについて、うん、アイドルがアイドル役を演じることについて話をしてもらいたい、うんうん、あと大西さんなら誰役をできそうか聞きたいです。お、聞きたい。あともう一つ、キョイさんからいただきました。お二人とも舞台でも活躍されていますが、うんうん、初めて AKB48 以外の、舞台に出演した作品と、その際に戸惑ったことや苦労したことなどを教えてください、うんうん、っていうこの舞台系のねやつがたくさん来ていて、ね、確かにちょっとその辺を話していきたいと思うんですが、うね、どうですか。じゃあまずオットタクシーの話にしていく、うん、そうね、まずちょっとね、まず東京公演お疲れ様でございました。本当にありがとうございます。見に行きました。面白かった、嬉しい、びっくりしちゃった最後。あ、ね、最後ね、そうなんですよ、口がポカーンって開いたもん、ね、えーってねなったでしょ、なっちゃった。そうなんですよ、ありがとうございます、来ていただいて。そう、なんだっけ、ほんでアイドル役がアイドルを演じることってどうだった。もしはやったことないんだけど、正直そのアイドルがアイドルでもどっちかパターンじゃん。結構うちらのだと、うん、ちょっとうちらのアイドルと違いすぎて、なんかみんな結構さ、その二階堂さんがだいぶツンツンしてるとか、あの主演の、ね、方とかね、そうそうそう、女の子が結構ツンツンしてる、うん、なんかあんまり仲良く一緒にやっていこう感がないところから始まってるから、そうだね、うちらの最初やっぱりなった時さ、仲良くみんなで頑張ってこうが一番目だったじゃん、うんうん、なんかすごい違う世界線で、うん、確かに、こうあんまりアイドルアイドルしくないキャラクターすぎて、みんなが、うんうんうん、そこはなんかすごい、あ、こういう違う世界線もあるんだなっていう新鮮な感じでちょっと演じたかな。確かに結構アイドルっぽいブリブリっていうかさ、なんかそう、私は可愛いみたいな感じの、うん、こうキャラクターがいなくて、うんうん、そうだね、そう、 C っていうならまなかちゃんの役がそんぐらいだったぐらいじゃない。そうやね、
配信のまなかちゃんがすっごい可愛かった、うんうん、ね、可愛いし、可愛いよね、めっちゃ可愛かった、めっちゃ可愛いな、そう、まあそうやんな、そうそう、だからなんか不思議な感じだった、ジャンルが違うもんね、うん、じゃあちなみにオットタクシーなら、うん、大西は誰役ならできそう、いや誰役でも絶対できると思うけど、いや、うん、いや誰よ、でもそれこそあの私が演じた、うん、三ツ矢さんとかめっちゃ似合いそう、あ、本当、うん、あのちょっとスンってした感じ、うん、スンとして、なんかあの中だと結構なんて言うんだろうな、割とこうお姉さんではないけど、うん、いやでもお姉さんだった、めっちゃそう、うん、なんかキャラクターじゃん、うん、こう市村ちゃんがネガティブな子だから励ましてあげたりとか、うんうん、二階堂さんも仲良くなろうとしてるみたいな、うん、やっぱあの普段の大西と似てるところで言ったら三ツ矢さんがすごいそういう立ち回りとかしててあれかなって思うねんけど、思うねんけど逆に、なんか二階堂さんみたいなツンケンツンケンなんかあの噛みついてなんかあの分かる、うん、あのいろんな人に噛みついて、うん、いや私は私こうみたいなっていうのもやってほしい、うん、嬉しい、うん、私警備員の警備員ちゃんは警察の方めっちゃいいなと思ったの大西もあのどっちかになりたいなと思って、うんうん、マジ大門兄弟ね可愛かった、可愛いよね、たい焼きがどうたらこうたらみたいな喋って、うんうんうん、ちなみにここ来てくれてる方でオットタクシー行ったよって方いらっしゃいますか、あ、ありがとうございます、京都のファンの方とかありがとうございます、少ないね、もっと来てみんな、あ、次、まだあるからね、うん、次海老名が25、26であるから、そうそう、全然待ってる海老名で、残り2日間ありますのでぜひよかったらよろしく行ってくださいじゃあ、あとあれだね、なんかまあ舞台で、うん、まあ、AKB でもいろいろ舞台やったじゃない、うんうんうん、じゃなくて AKB で、え、仰天ってさ、うん、AKB48 の舞台じゃない、うん、初めての舞台って何の舞台だったの？ね、うちはね、我が輩は狸であるって朗読劇が一番最初だったかな。朗読劇か。そうそうそう。ステージに立つ舞台の方は？うん、でも朗読劇も一応ステージで、あ、そう、あ、そっか。みんなが座ってて、ね、マイク2本立ってて、自分の場になったらマイクのとこ行って、演技して座ってまた台本開いてみたいな感じだったの。すごい声優さんみたいなやり方だね。そうそうそう、本当そんな感じみたいなんで、 その次だったらそのちょっとした後に、うん、なんかねセレブ気取りだったかなっていう、なんか、うん、3人姉妹の中の1人かな、うん、4人姉妹だったかな、3人姉妹で忘れたけどのやつをやったの、うん、結構前、何年前だっけな、でも6年、もうそんな前なのか、結構前だね、6年前、5年前ぐらいか、全然自分10代だったからそうだよね、なんか AKB と違うなとかさ、うん、こんなことあるんだって思ったことある？舞台やってみて。あ、でもそれこそ、まあ、自分が10代で、うん、でも周りの人がもうみんな30代とかだったの。そうだよね、そうだから年上の方多いよね、すごい。あとやっぱり外の人と関わることがなかったから今まで、うん、もうね、なかなかでしかやったことなかったから、そうだよね、そう、初めましてのなんか別世界に行って、うん、超心細かったっていうのもあるけど、何しろなんか何歳って聞かれて、それ18とかだったかな、うん、18ですとか言ったら若ーみたいな言ってくれるよね、最初の頃はね、そう、最初の頃だけだよ、まあ、そうなんだけどさ、そうなんだけど、どんどん年下が多くなってくるんだけど、そう、なんか自分ら8の中だともうお姉さん組だったから、うん、若いなんて言われないじゃん、もうほんとそうだよ、なんならおばさんみたいな、おばさんってからかわれたじゃない、そう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 、いろいろからかわれたのかわかんないけどさ、まあね、言われてそういじりもされた、うん、けど外の時に行って、うん、18なんですみたいな、ちょっとそんな若くないっすみたいなノリで言ったら、あ、18若いねみたいな、ピチピチちゃうみたいな言われて、え、私って若いですかみたいな、え、そうですかみたいなってなったっていう印象がめちゃくちゃ強い、私の中で。確かになんか今蘇ってきたわたその嬉しさはもう本当にね、今さ、まあ、私たちもさ、うん、いろいろ舞台やらせてもらってさ、本当に年下が増えたんだよね。増えた、なんかあれ今まで結構割と最年少とかだったの、あれあれあ、そう、何歳、そうだよ、へえみたいな、びっくりだって、怖い、今なんだろう、 AKB48 のまあいろいろ、まあ、メンバーもまあ年下が増えたけど、うんうんうん、マネージャーさんとかも年下なのよ、ほぼ年下なんだよね、年下の、年近かったり年下なのよ、なんか新卒とかで入ってくる子が多いから、そうなの、みんななんか21です22ですみたいな、若い、いいねえ怖いよね、だ
ってもさ、もうさ、うちそれこそ衣装さんとさ、うん、メイクさん同い年の人いるんだけどさ、うんうん、入ってきた時さ、お、同い年ですかってなってびっくりしたよね、最初の頃ね。その後からもう年下ばっか入ってくるから、そうだよ、あ、年下、あ、あ、え、みたいな。だからうちらは、うん、トマト食べてリコピン取って、うん、ね、綺麗にならなきゃいけないんだよ。見た目だけでも若々しくいないとね。そう、若くいようね、うちらはずっと、ね、若くいよう、うん、だってもう何歳ですか、え、25です、え、見えない、え、そう、こっちを目指していこう、いや、頑張ろうね、頑張ろう。じゃあちょっとね、まあ、あんま読めてないんですけど、うん、ごめんごめん、ちょっと2分過ぎてしまったので、あ、やばいやばいやばい、じゃあちょっとこのコーナー終わりたいと思います、はい、ありがとうございました。じゃあ、以上ときどきメモリアルのコーナーでした、ありがとうございます。イエーイ。じゃあお願いしていいですか。はい、すいません、どこだっけ、あ、こちらでございますね。あ、はい、それではですね、ここで1曲聴いていただきたいと思います。 AKB48 で In Anyway。いただいたのは AKB48 で In Anyway でした。それでは次のコーナーに行きましょう。雑プランニング、イエーイ。あまりね、うん、このコーナーぶりでね、うん、一緒に雑プランニングってやる人初めてです。すごい、どこかに行きそうな指差しでありがとうございます。じゃあ行きますね。、はい、このコーナーはですね、私大西が考えた企画や、スペシャルゲストの持ち込み企画など自由にやっていこうというコーナーになっております。本日はリスナーの皆様から事前に、トークテーマを募集させていただきました。本日のテーマは好きなゲームです。好きなゲーム、そう、なんか今日が任天堂の日、うん、みたいな感じで、なんかさっきスタッフさんが言ってたのは、この日になんか任天堂のゲームが発売されることが多いからみたいなのをおっしゃってて、今日はこのテーマなんですけど、はい、ちなみに私はめっちゃゲーム好きなんですよ。お休みの日にはゲームしてたり、うんうん、こうやって出歩いてる時も携帯のさ、うん、アプリでゲームをしたりしてたりするぐらい好きなんですけど、仰天ってあんまおいしいゲームのイメージがなくて。そうね、私本当にゲームは基本的にやらないです、うん、やらないよね、うん、やらないし、やっても続かない、うん、続かないか、続かない、飽きちゃう、飽きちゃう、飽きちゃうんだ、飽きちゃう。なんか最初結構さ、うん、メンバー内とかでも流行ってたゲームとかいろいろあってさ、入れたりとかしてたけど、うんうんうん、なんかハマるときはバーってやんの、もう一日ずっとやってたりするんだけども、うんうん、飽きたらスパーンみたいな。あれ仰天って何型？大型。大型なのに珍しいね、飽き性なの。うん、なんかね、そうか、飽きちゃうと、ハマるともこうなんだけど、飽きちゃうとも飽きちゃうってなっちゃって。そうかそうか、あんまりね、ゲームはね、もう本当に AKB のゲームぐらい。あー、そうだよね。そう、あれはなんかテレビゲームとかじゃなくて、うん、ボードゲームとか。ボードゲーム、あの人生ゲームとかなんかあるよね。 ある、小学生の頃めっちゃやってたわ。あー、でも小学生止まり。でも、まあ、やんないか、大人になって。あんま ね大人になって、なんかそれこそ小学生、中学生ぐらいの時とかさ、 DS とか。そうだよ、みんなでマリオカートとかしなかったもん。そうそうそう、なんかそういうマリオカートとかではなかったね。何、おしゃれ系、うん、お着替え系のやつ。あ、そうそうそう、お着替え系のやつ。なるほどね。そう
とか、なんか人間系のやつあるじゃん、友達コレクションとか、そう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 、ああいうのをやっててみたいな感じ。なるほどね。ちょっと今回ね、そのそれこそ、うん、あのテーマでこれ募集させてもらったので、うん、たくさんあるんだけど、なんなら仰天知らないのいっぱいなんじゃない？いや全然わかんないわ。なんか名前だけ知ってるとかならある、その内容知らないみたいな。そうだよね、うん、だってさ、ドラゴンクエストとかさ、ドラクエでしょ、だから弱い。うん、そう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 。モンハンとかめっちゃ聞いたことある。モンハン大好き。CM とかでめっちゃ見てる。わーわ、そう、名前だけはよく聞くかもね。そうなの。ほら、スプラトゥーンとか知らない？あー、スプラトゥーン知ってる。スプラトゥーンってあの絵の具ビチャビチャビチャってやるやつ。絵の具あ、違うっけ、あれ違う、合ってる合ってる、ね、合ってる、ね、色みたいなね、そうそうそう、やつを。なんかあれがさ、新しいやつが発売されてさ、めっちゃメンバーやってたくない？あのスイッチでさ、うん、やってた。大西もやってる。あ、やってる。そう、あ、でもほら来ましたよ。うん、こちらですよ。私はこちらを言いたかったの。おー、どうぞどうぞ。あのね、あの横湯洋子さんからいただきました、はい、AKB48 のドッポン独り占めです。ただいまコンサート出演をかけた絶賛イベント中なので、これ系のコメントも多くいただきました。ありがとうございます。こちらでございます。そうなんですよ。今ね、仰天頑張ってんだよね。そう、私今そのドボンイベント参加させていただいてるんですけど、うん、なんとね、ギリアウト15位。14位まで入れるんだよね、あれ。そう、だから10位ギリアウトなんですよね。ちなみにじゃあ今ここ観覧来てくださってる方の中でドボンをまずやってるよっていう方いらっしゃいますか？今あ、めっちゃいる。やってるんだ。めっちゃ、あ、ありがとうね、本当に。ありがとうございます。嬉しい。じゃあそこのデッキに、仰天、あ、仰天、仰天入れてるよって方いらっしゃいますか？あ、でもいっぱいいるよ。 ありがとう、ゆうなの。ありがとうございます。ちょっとぜひ、なんか大西のファンも結構上げてるけど。あ、優しい。まあ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 、優しい。そう、大西もさっきあのやっと仰天のうん、うん、カードにデッキを変えてそうやってたりしてたから、ちょっとね、ぜひね、あ見せてくれてる。 ありがとう。そう、あのちょっとどうにかこうにか入りたいので、うん、ぜひよろしければ、あの私のカードデッキにセットしていただかないと意味ないんで私のカードセットしていただいて、ね、ドボンしていただけて協力していただけたら嬉しいなと思います。あれなんじゃない、でもさ、やっぱさ、協力してもらうってことはさ、うん、ね、なんか萌えゼリフの一つでもさ、なんか言っといた方がいいんじゃないかな。言うからマジでみんなやってよじゃあ真剣に決めよう。協力してよ。何系のテーマかちょっと決めようよ。待って、でもいろんなジャンルがあるじゃない、うん、萌えゼリフって。そうね、何系が好きなんだろう。まずじゃあ同級生と、うんうんうん、なんかキュンだよみたいなやつが好きって人。同級生とキュンだよって何そもそもテーマがよくわからんの。ああでも、あ、それか、うん、仰天が年下の後輩系の萌えゼリフ、うん、うちが下ね、先輩に言う系ね。そうか、妹？あー、妹、あー微妙ね。あと何があるんだろう、ジャンル。一番何が嫌？いや、うん、萌えゼリフがもう嫌やから、何がとかないねんな。何系が一番嫌だ？何系？うん、おいしゃ妹系が一番嫌なの。あー、そう、実際のお兄ちゃんがいるから。あー、そういうことは私いないんだよね。 そっか、そう。何が一番嫌なんだろうな。なんだろうね、一番嫌なやつがいいよね。妹系か先輩にか後輩に言うかしかなくない、関係値で言うと。あと何があるんだろう、関係値。大西さ、そのキュンみたいなやつはよく見るから、うん、確かに後輩、仰天が先輩系のやつとかちょっと見てみたいかもしれない。私が先輩。そう、なんかあんまだ、それこそ、うん、そのこの間のオットタクシーも、うんうんうん、意外とお姉さん系だったから、まあ最近やってたしいいんじゃない、ね、じゃあ仰天が先輩系で、うんうん、後輩の男の子に、に何、まあ今11月って絶妙な時期で、あ、じゃあクリスマス誘う、あ、誘う、クリスマスの予定を聞いてデートまで誘う時の萌えゼリフを、じゃあちょっと、ちょっと待って、クリスマスに誘うねんな。そう、待って、人誘ったことないわクリスマス。なんでそれはそれで切ないけどいや、まあそうなんやけど、うん、まあ、え、クリスマス、うん、後輩にか、むずいね。そうだよ、意外とないよね。ないない、だって先輩だとさ、なんかさ、可愛くお願いとか言えばいいじゃん、うん、後輩に可愛くお願いなんてことある。そうだよ、可愛く、可愛さじゃない、ちょっと大人の余裕を。大人、むずー。じゃあしかもしかも、うん、2個差、1個とかじゃない、2個差、高3と高1 うわー、オッケーオッケー、それでいこう。よしよし、まあちょっと
まあ行けそうになったらちょっと言ってください、うん、じゃあちょっと分からない、もう喋れるか分からないけど思いついてないけど言っちゃうわじゃあちょっと仰天の、ドボンをかけた萌え台詞まで、うん、3、2、1。7、まるまるくん、うん、まるくんダメ、萎えるからダメ、まるまるくんちょっと萎えちゃうからさ、ちょっと違う、あれがいい。あ、じゃあなんだろうな、君とか、君、あ、分かった、大西くんでいいんじゃない。いや大西はダメみんなに当てはまるようにそう、私は大丈夫ダメ、そう、あ、じゃあもう言わんとくわ、ダメ、名前言わへんでよくない、なんかさ、嬉しくない、なんか大西は分からん、わ、ダメだわ、こういうさ、男心分かんないとこダメだな。でもさ、なんて言うんだろう、後輩に向けて、だってさ、君って言われてもさ、嬉しくなくない、君って嬉しい、なんかこう上司に言われてるみたいな感じあんな、僕、この2歳差で僕はやばいやろ、中学生に喋ってるみたいやん、僕みたいな、僕ちゃんみたいな、違うやん、何がいいんだろう、何がある、え、なんかさ、ある、なんか呼ばれある、何があんのやろ、君、僕、あなた、あなたは上じゃない、だって使うな、もうねえねえとかが言っちゃいいんかな、あ、ね、それだね、それがいい、じゃあちょっと改めまして、じゃあドボンかけた萌え台詞まで3、2、1。ねえねえ、あのさ、クリスマスなんか予定ある、うち予定ないんやけどさ、よかったら一緒にケーキ食べてご飯一緒に行かん、うん、大学になっちゃうから、大学生になっちゃうからなかなか会う機会ないけんさ、最後のクリスマスで私にクリスマスプレゼントとして一緒にどっか一緒に行くのついてきてくれん、わからん、わからん、でもいいじゃん、本当によかった、あ、よかった、ありがとう、もう何言ってんのかわからんかったけど、でもお姉さんの仰天が想像できた、あ、またお姉さん、お姉さんしてた、お姉さんできてた、イエーイ、やったー、いい、でもお姉さんだったとしても可愛いね、なんかやっぱ、あ、そんと、そうなんやろめっちゃ他人事、いやでも本当に、いや素晴らしかった、熱っ、じゃあぜひよかったら、うん、やってくださいね、皆さん、え、ほんまにありがとうございます、よろしく、ほんまにガチでやってるんで、マジで、うん、あの、よかったら本当にお願いします、ちょっと全員で協力してください、よろしくお願いいたします、じゃあですね、はい、あ、まあ、ちょうどいいお時間でございますね、お、素晴らしい、じゃあちょっとこちら進めていただいてもよろしくお願いします、はい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 、どれどこだ、そうだよね、どれやった、あー、オッケーオッケー、いきます、それではここから大西宛てに来てる渋パラ5周年のお祝いメッセージでも紹介してみましょうか、すべて丸々読んだ全部丸々読んだ、ね、そうなんですよね、今日5周年だから、はい、コメントをいただいてて、いね、たくさんいただいてるんですよ、マジでみんなの読んであげたいんですけどね、ちょっとね、そういう時間もないんで申し訳ないんですけどね、少しずつお願いしていいですか、うん、あ、でもすごい感謝の気持ちがいっぱいですね、もう嬉しい、うんと、かほさんからいただきました、うん、渋パラ5周年おめでとうございます、毎月の楽しみにしています、うん、普段聞けないことを聞けたりゲストのことをよく知れたりするので嬉しいです、いつも素敵な時間をありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます、いや本当にね、すごい、でもみんな本当になんか、自分だけで自分だけで読んでらっしゃる、じゃあ行きますよ、あ、いいですか、マー君アコードさんからいただきました、ももちゃん5周年おめでとうございます、ありがとうございます、リニアができてからと奈良から通ってたのか、もう5年前か、そうなん、あのね、 CM があったのよ、あ、そういうこと、奈良市にリニアが来たらきっとっていう、それが多分5年前なのかな、そういうことか、うん、これからも渋パラが末永く続きますように、ハートびっくりマークだって、いや、ありがとうございます、すごい、でもいっぱいいっぱいありますね、ありがとう、本当にいっぱいあるんだよね、うん、そう、今日ね、台本来た時ブワツって思って ねめっちゃ、じゃあちょっとパパと読んでいきましょう、うん、ありがとう、ちさこさんからいただきました、5周年おめでとうございます、ありがとうございます、毎回楽しみに見ています、嬉しい、さまざまな方をゲストに迎え、最近ではメンバーも多く、そのメンバーとの関係性はもちろん、メンバーに合ったトークテーマで進行されていて、進行の仕方やお話が上手だなと思っています、嬉しい、そして話し方が上手で聞き取りやすいです、これからも楽しみにしていますということで、嬉しい、聞き取りやすいって言っちゃ嬉しい、ね、嬉しい、わかる、なんか滑舌悪い、一緒だよね、ねえ、そうなんだよ、滑舌悪くてさ、
噛むことがさ、うん、日常みたいな、うん、分かる、噛んでしかないうちね、おいしもだよ、そうだからなるべくね噛まないように聞き取りやすいようにって、うん、いや嬉しいですね、いやすごい、ありがとうございます、本当に、いっぱいあるもんね、そうなの、嬉しい、じゃあゆりえちゃんからいただきました、うん、5周年おめでとうございます、5年も続いているのはたくさんの方に愛されてる証拠だと思います、毎月こうしてアンケートをかけるのも楽しいですし、何よりゲストさんとお話ししている姿を配信で見ることができるのは表情や動きが分かるのでありがたいです、ということで、やだ、ありがとうございます、確かにラジオだけじゃなくてさ、この配信でプラスアルファ表情見えるのってやっぱいいよね、そうなんだよ ね、普通声しか、まうん、あれはあれでさめちゃめちゃいいんだよ、なんか声だけ聞くのもさ、うん、そう想像できるからさ、そういいんやけど、こういうタイプも ね、嬉しいよね、嬉しい、公開でもありがとうございます、ね、本当にいや素晴らしいな、あでもやっぱみんなやっぱりなんか楽しみにしていますとか、うん、あとその観覧ができるようにコロナ挟んでさ、うんうんうん、できるようになってからやっぱり顔が見れるのがすごい嬉しいっていうコメントがたくさん、嬉しい、ね、すごい出てますね、な本当になんか観覧に来てくれる方とかって、うん、まあ、夏は暑いし冬は寒いし、寒いですね、だ今日も寒いじゃない、それなのにこうわざわざ、ね、しかも18時からってさ、なんとも言えないね、ちょっとね難しいよなみたいなね、ギリ終わって、うん、ダッシュしていけるかなぐらいのさ、ね、時間じゃない、 それなのにこうやって観覧に来てくださったりとか、ね、あのこうやってねずっと見てくださってる方もたくさんいらっしゃって、うん、本当に感謝の気持ちでしかないですし、まあ5周年、まあ、丸5年できたっていうのはすごい、そう自分の中でもすごく達成感があったりすることだし、うん、あとやっぱりこのラジオをやらせてもらってから、うん、あの回すの上手になったねとか褒めてもらえることが本当に多くて、うんうんうん、なんか前回この同じ系列のあのセイナさんがやってるやつ、はい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 、スクラジっていうのに出させてもらったんだけど、うんうん、そこでもめちゃめちゃ褒めていただけて、おだからなんか今後もねちょっと末永楽ね、こちらの、ねうんうん、番組をやっていけたらいいなっていうふうに思っておりますので、ね、本当にそう思います、めちゃくちゃ、あら ありがとうございます、スタッフさんの方からやったー、お花かわいい、素晴らしい、ありがとうございます、プリティ、なんか見たことないお花、ね、なんかシャケシャケしてる、ね、確かに葉の枚数を、ね、いやありがとうございます、素敵、ファンの方からもさっき、うん、あのお花いただいて本当に、ね、ありがとうございます、じゃあちょっとね6年目の方も頑張っていきますので、うん、ぜひぜひよろしくお願いします、頑張ってください、お願いします、ということでですね、はい、こっからが、うん、なんと5周年特別企画、お祝いチャレンジ、おそうお祝いチャレンジ、そうっていうのがあって、毎年周年にはこうやってお花をねいただいているんですが、うん、今日は5周年ということでさらに何かをもらえるチャレンジがあるということなので、それをやっていきたいと思います。でチャレンジするのが3つ、うん、3つとか3種類あって、うんうん、1つ目が以心伝心チャレンジ、うん、で2つ目が名言チャレンジ、おで3つ目が早口言葉チャレンジのこの3つなんですよね、うんうんうん、でこの中のどれにチャレンジするかはここ今置いてくださっている、ありがとうございます、こちらのトランプで決めるということです、はい、でこちらね 1,2,3 が ありますので、うん、でこれを引いたら、まあうん、さっき言った1が以心伝心チャレンジ、うん、2が名言チャレンジ、3が早口チャレンジ、うん、でこの中に1枚ジョーカーがある、ある、あそう、ジョーカーがあるんですけど、これを引いたらこの中の3つのうち好きなチャレンジを選べるそうでございます。やった、そうなんですよね、っていうことで、よしよし、今からちょっとやっていきたいんですけど、うん、で1人これポイント制になってて、うんうん、私成功したら5ポイント、うん、経典成功したら5ポイン ポイントで合計で10ポイント獲得したらお祝いがもらえるっていうものになってます。そうね、そうなので、まあ、まずこちらでね、うん、ちょっとじゃあ行ちゃんに聞いてもらおうかな、 OK、ね、よし、れれん、ちなみに何がいいとかある？せやな、うん、3つあるけど、うーん、でももし早口言葉やだ、あちょっとなしんどいよね、うん、噛んじゃったらだって終わりやからな、うん、そこで、だったらやっぱ以心伝心か名言じゃない、どっちか、どっちかというね、どっちかかというと、うん、どっちかがよくない、でも名言もやだな、名言ってなんなんやろな、ね、むずいな、名言別に吐いてるタイプの人間ちゃうからな、はい、聞きました仰天、
はい、何番ですか。名言チャレンジ。名言、名言、こちらにちょっと詳細がありますね。あ、さっき読ん、名言チャレンジは、あるチャレンジを成功させて一言決めるんだって。あ、もう一個チャレンジせなあかんのやっていうことになる。あ、これだ。あ、この1、2、3、紙置かれてる中の 1、2、3 のどれかを引けばいい。2の中のどれかを引けばいい。この3枚の中のどれか引けばいいか。オッケー、じゃあまずちょっと大西から引いてみようかな。うん、オッケーオッケー。はい、よし、いきます。バーン。何よ、怖い。ねえ、怖いよ。何これ、名言。え、そんな、どういうこと。読みますね、一旦。私が引いたのは、めったに食べないトマトの試食。それで名言言うの、むずない。どういうこと。ちょっと待って、一回他の見ていいですか。全部これじゃないよね。ねえ、ほら、全部これじゃ。やってる、やってるわ。やってる。全部ちょっと変えただけ。美味しいかもしれないトマトの食リポ、あまり好みではないトマトの宣伝プロモーション。うわー、ほら、またトマト来た。うわー、他のやつは、あ、待って、他のやつは違う。トマトじゃない。え、他のにしようよ。じゃあ他のにしよう。他のにしよう。他のにしよう。レッドプラム。何何、トマトよですよ、それどう見ても。なんか今スタッフさんが言うには、トマトって書いてない、レッドプラムって書いてるからトマトじゃないかもしれない。じゃあでも、果汁、あ、果実たっぷり味わいあるトマトって書いてるわ。トマトじゃん。トマトやんけ。マトじゃん。待って、ちょ、あとね、この企画ね、あと2分しかないんだよ。やばい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 。もうパパってトマト食べるか、他のやつ選ぶか。もうトマトなんて食べたくない。待って、何これ。海外といえば、あ、もういいや。あ、いいし、いいし、海外旅行といえば、海外、せーので言ったらいい。せーの、ハワイ。方向性一緒やのに。場所違かった。もう一個今日1万円使うなら何。今日1万円。でかくない。うん、でかい。オッケー、分かった。決まった。オッケー。もうなんなら、オッケー。せーの、バグハイ。やったー。優しいピンポンピンポンに当たって。ということで、なんと、はい、うちら一心伝心ができましたので、やったー、お祝いでーす。やったー、嬉しい。これちなみに何なんだろう。あ、ね、出た大西の好きなやつ。これあれですね、私の大好きなアンパンマンチョコになっております。でも、ようてんチョコ好きだもんね。チョコ大好き。お、じゃあ嬉しい。おいしいバイキンマンがいい。いいよ。やったー、はい、じゃあ、お祝いもいただけたということで、では、このコーナー終わりたいと思います。はい。以上、ダッツプランニングのコーナーでした。ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。では、はい、というわけでですね、ここでもう一曲聴いていただきたいと思います。NNB48 さんでジッパー。正しいの
NNB48 さんでジッパーでした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。で、今スタッフさんから大変貴重な情報を私入手しまして、なんと今回ね、あのトマトが出てきたのって、あのそれこそ仰天が2年前ぐらいに出た時に、うん、私そのさっきも話に出てきたけど、うん、その時もうトマトが出てきて、で、うん、仰天食べるってなってたけど、うん、代わりに大西が食べるってなって終わったんですね、うんうんうん、でその時に大西が言ってたのが、まあ仰天も2年後ぐらいに食べれるようになってるよね、うん、絶対って言ってたらしいんですよ、うん、らしいね。うちも全然覚えてなかった。そう、それで大西が食べたらしいんですね、トマト。そうってことはだよ。え、ごめんだけど、え、ってことはなんだよ。え、え、2年後、まあ、まあ、まだ2年は経ってないけど、2年経ってないからね。1年とちょっとだからさ、2年じゃないんだよね。どうぞ。もうやだえっと、しかもさ、これ常温じゃん。待って、常温、そうだね、常温ってやばくない？しかもね、めっちゃでかいの。そうなの、バカでか。うわ、ほら、パプリカみたい。はい、うわ、しかもさ、いや、結構なんかさ、いやー、なんかさ、トマトなんかさ、トマトの匂いしないんだよ。いや、そうなんだよ。なんかチーズの匂いがする。え、そう、ね、なんかね、え、大丈夫？いや、さすがにそれはね、大丈夫やと思うんだけど、すごい嫌な感じ。待って、じゃあ大西も一緒に食べる。うわー、マジか。ここに来て嫌いなもの食べられると思ってなかったよ。はい、ちゃんとお水を目の前に置いて。うわー、え、一口の方がいいのかな、これ。え、まあ、でもなんかうちさ、このさ、噛んでるさ、噛んでる時みたいめっちゃ嫌いなんだよね。ちなみに番組あと3分で終了します。やばい。じゃあ KP だー。せーの、いくよ、せーの。うえあ、やばい、無理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 。あれ、え、待って、大西いけるんだけど。え、え、待って、どうしよう。あっ、うわ、無理。戻ってきた、仰天。うわね、仰天、はい、食べれるん、大西。マジ？え？やばい。どうでした？え？そのマジでやばい。ね、さっき、あ、おいおいわいでもらってもアンパンマンチョコ食べてる。どうでした？やばい。待って、何年ぶりに食べたトマト？え、もうガチのプチトマトだと、うん、もう中学生、あ、でも高校生ぐらいかな。あ、ほんと？罰ゲームで食べらされたぐらい。すごい、やば。じゃあまた更新されたね、うん、最近いつ食べたっていうので。本当にね、なんか、うん、まあ、でもトマトの作ってくださってる人にはすごい素敵なもの作ってくださってるなと思うよ、うんうん、え、でも食べやすかった、めっちゃ。全然だった、あんまトマト、え、めっちゃトマト、大西トマト、これ、これならいけるわ。え、めっちゃトマト、すごい、自分で感動。ね、ウイナいけるかな思って、うん、もう噛んだ瞬間の汁、うわーってなった。まあね、こんなにね、今日頑張ってくれた仰天なので、ぜひドボンの方をね、何卒何卒何卒応援をよろしくお願いいたします。告知はこれでよかったんだよね、うん、よし。あ、待って、あ、もう一個、あと、オッケー、あと、あと一個、あとね、うん、そしてですね、うん、ね、さっきも話したオートタクシーがね、11月25、26で海老名で、2days で3公演、うん、ラストなんで、これ3公演よかったら遊びに来てください、うん、あとですね、うん、来年の1月19から29、うん、ハイカードというアニメの 2.5 次元舞台、私、見せる役で
やらせていただきます。シアターセンジの方でやらせていただきますので、うん、ぜひよかったら皆さん遊びに来てください。そしてですね AKB48 の方では3月の方ゆきりんさんの卒業公演とみんなとのやつとピアリーナでやらせていただくコンサートがゆきりんさんの方はもう売り切れちゃったんですけどそれもう一つの方はまだありますのでぜひよかったら皆さん遊びに来てください。はい、ということで、はい、次回第62回目の放送は12月19日火曜日18時よりこちら渋谷クロス FM さんのスタジオから公開生放送でお送りします。それではみんなで最後にタイトルコールをしたいと思います。はい、音詞が AKB48 の渋谷でせーのって言ったらパラダイスでお願いします。はい、行きますよ。じゃあ AKB48 の大西大岡の渋谷でせーのパラダイス。